はい、始まりました。キューシャンフォートです、いよいよですね、最終日プレミアムカップでございます、今日ですね、灼熱の走路で行われております、もちろん両走路でございます。今後ろがね、イベントでモトクロスすごいやってるんですけど、その模様もちょっとね、今から流したいと思います。今日9レースから最終レースまでやっていきたいと思います、ね、楽しんで最終日やっていきたいと思いますので、最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。さあ、1本目の9レースですね。さあ、三つ子選手が頭でくれるか。スタートいった。ブラッチャーいけないよ。お、来た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 。ブラちゃん来た。さばいてこい、さばいてこい、さばけ、さばけ、さばけ、よし、裏線いけ、さばけ、入れ、よっしゃ、入れ、引いちゃダメ、引くな、引くな、引くな、引いちゃダメだ、うわー、引いちゃったよ。じゃダメだよ、ウラちゃん。ダメだ、もうこのままではこうなっちゃうの。いやー、5まで捕まえられるかな、これ。捕まえてくれ、ウラちゃん、行ってくれ。捕まえろ。また裏だよ。また裏だよ。さあ、水木頑張れ、スタートしっかり、1コーナーお前がトップで入ってこい、来い水木。
スタートしました。来い分線真ん中5番の篠原が出ていけ見つけ篠原敦がトップスタート、1番の小林2番行けその後ですが4番の池田が3番で6番の三浦航平が4番手です。外目7番の山田達也は中段5番手、8番の佐藤玲6番手、篠原を超えてみろ、いけ最高峰です。5番の篠原がトップスタートを決めて先頭でレースに引っ張っていきますが、1番の小林全力行った3コーナー飛び込もうとしています。行ったろ篠原も粘っていますが小林がインから入りました。篠原が差し返しを狙ってくる。残りは4周回行け見つけ、そうだ抑えました先頭です。5番の篠原2番手、3番手は4番の新井啓太、よっしゃそのままでいい、そのままで、それ以上やらないで、それ以上やらないで、そのままでいい、また裏食っちゃうから、そのままでいい。水木いったべ、最終日一発、頑張れ、水木山田達やんないでね残り1周、あとは2番手の最小点から篠原シラス頑張って2着目キープ、2着キープ、ファイナルアップ、切り返さないで、切り返さないで、今日はスタート2番手に残しました。先頭に抜け出して大きなリードを使っています。ちぎったべちぎったべ水木、これが水木じゃ。先頭は1番の小林、おきおめでとう。2番手は5番の11レースですね。ここ荒尾選手対神ちゃん、2番3番来い、スタートしました。神ちゃん遅れた、スタートのセカンド大外枠から始まる、レイク行ったよ、かわしてきました。3番の荒尾その内をついていきます。1周バックストレッチ、1番の金子スタートを残した。2番手しのぎ合いは3番の荒尾が守りきりました。伊藤の棒のかわし、さあ荒尾選手いけるか、手につけてレースは2周目に入ります。その後2番の神谷だ、外目から大輔抜けるか、中段の位置取りです。ここに4番の早川、5番の中村京介、6番長田正也、最高です。早めに抜かないと後半はちょっと辛いぞ、ここら辺で行っちゃってくんねえかな。仕上がっている車、3番の荒尾氏が金子に迫ってきます。思想は5つ差があります。3番の荒尾、金子をどう捉えるか、中入れ、ダメだ入れねえよ、しっかり抑える競争になっていきそうだ、中入れねえか。3番の荒尾がその金子をどう捉えていくか、残りは3周回です。3番で伊藤、行ってみろ、決めてチャンスを待ちます。金子は外を警戒する、行け、内側ではいとチャンスを見逃さない装備をしています。いやタイヤ使っちゃったら今ので、先頭1番金子、2番手3番荒尾、この2人の攻防戦続いています。残り2周の終盤戦です。金子はインコースきっちりきっちり渡っています。3番荒尾、金子もまぐれる、いやうまいな金子大輔も、っていうか8番の伊藤の攻防は3番手です。先頭1番の金子、2番手3番、さあどうする、切り返せないか、切り返した、さあ入ってこい、1コーナー、よっしゃー、行って行って金子スタートした、3番の荒尾、最終周回1コーナーです。先手を取っています、よし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 、8番の伊藤が3番手、最終コーナーです。ノブちゃんも頑張った、11レース回りになりましたが最後はしっかり勝利となりそうだ。金子2番手、伊藤が3番手、よっしゃ荒尾さとし、
さあ、いよいよ優勝戦でございます。泣いても笑ってもここ最後のレースね、頑張って川口勢頑張ってくれ。クロちゃん、マサト頼むぜ、来い。クロちゃん行った、クロちゃん来い、クロちゃん来い。マサトが遅れた。マサトが遅れたぞ。鈴木ひろかずが青山を捉えて2番手に上がってきています。すぐさま差し返す5番の青山、レースは2周目に入ります。8周回の長丁場、人気両者は最低1番の黒川、2番手5番の青山、青山少し滑った、少し滑った。これがどのレースか影響はあるでしょうか。黒逃げろ、黒逃げろ。鈴木ひろかず4番手が7番佐藤孝也、佐藤孝也はエンジン仕上がった宣言が出ています。黒川のインコース、青山が入っていく、青山が入った、黒川をさばいて先頭に上がっています。黒ついてけ。青山がさばいて早めに先頭に上がりました。黒川としてはついていって逆転のチャンスを伺いたい。残りは5周回です。先頭青山、2番手黒川、この両者の一騎打ちか。3番手鈴木のラストインコースに入ってくる7番の佐藤孝也、佐藤孝也が3番手に浮上しました。木村武史は5番手、中村正人は6番手、残り2番手黒ついてけ、頑張れ。残りは4周回です。つけつけついてけ。3番手につけた青山周平、早めに1台捉え、そして先頭まだある、まだある、頑張れ黒川。2番手から3番手は車間開いて7番、黒頑張れ、後半勝負、後半勝負。すでにレースは後半戦、5番の青山周平が2車進歩のリードを取りました。再び差を詰められるか、1番の黒川京介、自ら選んだ1枠でどっかであるぞ、どっかであるぞ。さばかれての2番手、残りは2周の終盤戦、昨日の正人の再現じゃ。行け青山、黒行け。黒川2番手、離れた3番手は7番の佐藤孝也です。3番手以下でも争っていますが、やっぱり周平だよ。プレミアムカップで決めます。黒川2番手、佐藤孝也、周平おめでとう。今年も青山周平、浜松太田のプレミアムカップを制しました。周平おめでとう。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。今日はね、後藤さんと一緒にずっと見てたんですけど、後藤さんどうでした？あー、やっぱり周平強いですね。ね、強いっすね。ケイチロ帰ってこい。ね、ケイチロ帰ってこい、ほんとそうですよね。はい、でまあ、水木も今日勝ったんで ね、 またあの選手権がね、こちらで来月末からありますから、はい、その時にね、また水木も頑張ってほしいなと思ってます。はい、はい、ということで、本日のしゅうちゃんオートですね、こちら、プレミアムカップの、5日間皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。最後にお願いでございます。ぜひチャンネル登録並びに高評価ボタン一つよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。